こんにちは、ももかです。はい、というわけでちょっと最近前髪の量が左右ちょっと違うのがね、なんかこっちのが多いっていう、なんかすごい嫌な感じで困ってます。ももかです。というわけで皆様、本日9月1日は何の日かご存知でしょうか？そう、本日9月1日は防災の日でございます。ぜひね、皆さん今日はね、防災について考えてみてはいかがでしょうか？ちなみに去年の防災の日には、あのね、我が家での備蓄している食料ということで、あのマジックパスタのね、試食動画を出したんですけども、あのね、水を入れるだけで食べれるっていうカルボナーラも食べましたので、ぜひね、概要欄にリンク貼ってありますので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。はい、というわけで本日は今年の防災の日動画というわけで、何をやろうか迷ったんですけど、本日はこんなものを買ってみました。それがこちら、せーの、はい、こちらでございます。ちょっと中開けてみます。はい、出すとこんな感じのが入ってます。はい、こちらは何かと言いますと、 Amazon のベストセラーランキング1位のアイリスオーヤマさんの防災リュック33点セットでございます。先にちょっとお値段言っておきます。私が買った時はこちら3481円でした。本日は防災の日というわけで、こちらの Amazon のランキング1位の防災リュックのね、気になる中身をね、レビューしていきたいと思います。ぜひ参考になったら嬉しいです。それでは、行ってみよう。はい、袋から開けてみるとこんな感じのリュックになってます。ここにあの、プラスみたいななんか救急マーク的なやつがあって、で、シンプルなね、黒いリュックになってます。これ意外とね、普通にしっかりしてる感じですね。サイズはめっちゃ大きいわけでもなく、なんかうちになんかちょうどいいっていうか、通学でも使えそうな感じですね。そんなめちゃめちゃ大きすぎるわけじゃないから、なんかちっちゃい子供ちゃんとかでもね、背負えちゃうと思います。で、まあ普通にここチャックがこういう感じで上まで開くようになって、横にちょっとポケットが2つね、ついてます。で、ちょっと中見てみますね。ちなみにこちらの防災リュックなんですけども、防災士監修ということで、33点セットとなっております。それでは中身を1個ずつ紹介していきます。ちなみに持った感じそんな重くもない。なんかこんな感じで、ぎっしり入ってます。はい、まず1点目はこちら、じゃん。懐中電灯、まあ、ランタンですね。はい。これね、持った感じ超軽い。はい、出すとこんな感じで、なんかドラえもんのスモールライトがイメージされてるのかな。なんか楽しくなるみたいな。可愛いですね。ちなみに皆さん注意してください。電池は入っておりません。で、なんかさ、ここがさ、開くんだよね、パカッと。ほら、なんかここもライトになるっぽいですね。ほら、ちなみに単三電池2本必要です。はい、というわけで今電池入れてみました。で、これの中で、ね、まず上をカチャってやると、この上のライトが光ります。ほら、光加減こんな感じ。ほら、普通に強い感じですね。で、真ん中にすると消えて、で、下をカチャってやると、ここのライトがね、光ります。ここは光るところですね。ほら、こうやってミニとしても使えるみたいな。あ、ランタンだから立てるってことですね、これ。立てれるし、ここ上にすれば照らせますみたいなことですね。これいいですね。次、続きましては寝具防寒部門ということで、3つの商品が入っております。はい、まず1つ目こちら、ビャーン、アルミシート。これは寝具防寒なので、硬いところとかで寝るときとか座るときに引くっていうやつですね。引いたら痛くないよ、みたいな。だいぶ大きめ、サイズ的には。ほら、こんな大きさ。そして寝具防寒部門2つ目がこちら。こちらのアルミブランケットでございます。まあ、これはね、知ってる方いるかもしれないんですけど、これ出しちゃうとめちゃめちゃしまうの大変だと思うので、今回は出さないんですけども、この銀色のペラペラのこうやって羽織る系のブランケットにもなるよっていうアルミのやつですね。これすごい寒い時期とかの防寒グッズですね。多分風を通さないとかなのかな。すごいね、なんかずっしりしてますね。そして寝具防寒部門ラストはこちら。はい、こちらはエア枕でございます。こんな感じになってますね。ちょっと膨らましてみます。はい、今膨らましてみました。なんかね、すごいなんかね、もくもくしてるっていうか気持ちいい。表面が多分寝る方、生地っぽくなってます。裏は普通に風船みたいな。痛くもないしね、いい感じですね。これしかもさ、空気の入れ具合によって柔らかさとかもね、調節できそうですね。意外と思ってたよりしっかりしてますね。はい、次。はい、では続きましては食事部門というわけで、7つの商品が入っております。まず1つ目はこちら、ウォータータンク5リッター。まあ、これ開けなくてもわかりますね。これ見ての通りバコッてやって、水貯めてこう
蛇口みたいになってるやつです。もうね、33個なので、じゃんじゃん紹介していきます。はい、続きましては、こちら。ラップとアルミホイルが入っております。で、ラップって結構ね、防災グッズとしてもすごい使えるらしくって、お皿とか洗うのすごい大変じゃないですか。そういう時に、お皿の上にラップを引いて食べれば、洗わずにも済むし、何回もね、使えるというわけで。結構ラップというのは重要らしいです。はい、続きましてこちら。プラカップ5個。まあ、これは普通に飲み物飲んだり、尿したりする時ですかね。あとは割り箸とスプーン、フォークセットと、まあ、紙皿が入ってます。はい、というわけで以上が食事部門7点でした。はい、続きましては衛生用品部門ということで、6点入ってます。はい、こちら歯ブラシ3本と、マスク3枚と、綿棒が入ってます。はい、続きましてはこちら、携帯トイレ3個入り。これどんなってんだろうか。はい、一つ出してみるとこんな感じ。え、どういうこと？あ、ジップロックになってんだ、ここが。で、パカッて開けると、中に薬品が入ってます。あれかな？おしっこしたら、それが固まるみたいな。へぇ、こうやってするんだ。こうやってするんだ、とか言って、なんか変態みたい。まあ、これ非常時にはすごい大事ですよね。続きましてはこちら。使い捨ての下着が1枚入っております。下着なんか入ってんだね。まあ、使い捨てのパンツですね。はい、これも出したら一生戻せなそうなので開けません。そして衛生用品ラストはこちらのティッシュペーパーが入ってます。はい、ここがね、ペリペリってね、開けれるようになってますね。はい、以上が衛生用品の6点でした。これで大体半分ぐらいですかね。それではね、後半戦紹介していきたいと思います。はい、続きましては移動部門ということで、2つの商品が入っております。まず1つ目がこちら。レインポンチョ。まあ、これはカッパですね、多分。雨とかに濡れないようなやつ。はい、続きましてはこちら。ラバー手袋。まあ、軍手的な。軍手意外と大事って言いますからね。以上の2点が移動部門でございます。はい、で、残りその他ということで、13点の商品を紹介したいと思います。まず1つ目。ホイッスルー。はい、これはね、あれよく見がちな、ピーって助け求めたりするやつなのかな。タイタニックのやつですね。大事なあの、って感じのところ。吠えないでください、ごめんなさい。タイタニックとかでいい、本当にこれは大事なやつですね。助けを求める、クマがいても回避できます。あ、鈴だ。じゃあ吹いてみます。まあ、あんまり大きい声で出したら、ね、近所の方がちょっと助けに来ちゃうので、いきます。逆やめときます。はい、続きましてこちら。来た。サンダルです。はい、こんな感じのサンダルが入ってます。素材はなんかちょっとクロックスに似てる感じですね。で、裏にこんな感じ。ちょっとサイズはよくわかんないんですけど、28かな、この2028とか、わかんない。こんな感じです。まあ、足、うちは、ちなみにうちの足のサイズは24か 23.5 なんですけど、私が履くとこんな感じ、結構大きめですね。まあ、誰でも履けるサイズにできてるのかな。はい、続きましてはこちら。タオルが1枚入っております。で、そしてこちら、ポリ袋と圧縮袋が入ってます。まあ、このポリ袋はゴミ袋として使うっていうよりかは、まあ、なんか濡れちゃいけないカバンを守ったりとか、そういう使い方でしょうね。続きましてはこちら、じゃん。はい、こちら、2way ドライバー。で、こちら 2way なので、これをこうやって外すと、プラスドライバーから、マイナスドライバーに変えることができちゃいます。これ普通に便利だね。はい、続きまして、カッター1本。はい。そしてお薬ケースが1つですね。ここに、よく使っている薬とか、まあ、常備薬を入れて、まあ、常備しておく感じですね。布テープ1本。そして、こちら、筆記用具セット。このメモと、このボールペンが入ってますね。で、リングっぽくなってるタイプ。もうこれもほんと大事ですよね、緊急時は。続きましては、こちら、ルーペです。はい。シャリンって出すと、おー、近くが見える感じ。ハロー、マイミミツジ、タツジワナジ。はい、こちらはまあ近く見るやつですね。はい。これね、ちっちゃいものとか見るやつだと思いますね。で、こうやって、あ、そう、こういうのとか近くで見たらめっちゃ見える。まあ、手にトゲ刺さっちゃったとか、そういう時に使うやつですね。よーく見えるわ。続きましてはこちら。これね、スマホが濡れちゃいけない時とか、
に入れるやつ。だからスマホが防水しないやつ、これよくあるじゃないですか。プールとか海行くときにこれ入れて自撮りしたりするみたいな。これ普通に使えるかもしれないですね。こんな感じでベリベリになってて、ここジップロックで開けて中に入れて、またこうやって折ってベタッとくっつける感じですね。これいいじゃん。はい、そして33点セットラストがこちら。はい、こちら小物入れ、はい、ポーチですね。こんな感じ。まあ、中は普通のこういう感じですね。はい、というわけで33点すべて出すとこんな感じです。すごい量入ってますね。はい、というわけで今回は9月1日防災の日というわけで、 Amazon ベストセラー1位の防災リュック、アイリス大山さんの防災士監修33点セットの中身をレビューしてみました。いかがだったでしょうか。まあお値段的にも実際は結構ねチャチめのやつが入ってるのかなとか思ったんですけど、意外とこのリュックもね見てもらった通りめちゃめちゃしっかりしてるし、想像以上の値段用になんか大満足でした。で今回ねぶっちゃけこれ100均でも買えるよねってものも入ってるんですけど、これ実際私これ試す前に100均で集めて防災リュック作ってみようかなとも思ったんですけど、実際ねこんな33点も全部揃えるとなると意外とお値段かかると思うので、本当にねこの防災リュックセットはねすごいねお買い得なのではないかなと思いました。ぜひ皆さんもね1年に1回の防災の日、家族でね防災グッズの見直しなどしてみてはいかがでしょうか。ぜひね今回のこちらの中身を参考に、100均でも揃えられるものもありますので、ぜひね参考にしてくれたら嬉しいです。それでは皆さんバイバーイ。あれちょっとまるちゃんが来なくなっちゃった。Why do I make things complicated? Why do I lose all my control? I keep on letting my bad habits make us both come crashing to the floor.